長元寺は、京都府京都市左京区岩倉長派瀬町にある、浄土宗鎮税派の寺院。三号は、老栄山、千恩院松寺。なお、本校では、明治5年に長元寺に合併統一された、恵武武た寺,寺、地蔵院、無縁堂、徳春庵妙案、庵案の五家寺についても述べる。江戸時代の作、道津市内の両脇に、観世音菩薩と聖子菩薩を安置する。 明治5年に以下の五家事が長元寺に合併統一された。めぐみ武け寺は京都府あたこ郡長谷村で陸地にあった寺院。本尊の薬師如来立像は平安時代の作で昭和8年に当時の国宝保存法に基づく国宝に指定された。昭和35年に国庫修理所において解体修理が行われた。地蔵院は京都府あたこ郡長谷村。 堀池町にあった寺院。本尊の地蔵菩薩座像は江戸時代の作。同じく現在長元寺に安置されている不動明王立像も元は地蔵院に祀られていたと伝わる。無縁堂は京都府あた郡長谷村、堀池町にあった寺院。本尊の阿弥陀如来立像は江戸時代の作。徳春庵は京都府あた郡長谷村大宿り行きにあった寺院。 旧アタゴ岩倉村、ハセタイ、ヤドリキ25番地がその跡地であり、名徳元年に建立され、もともとは、八シオの暗室であったと伝わる。境内に、流れの紅葉をと称する一大風樹があり、境内地より直下3メートルの水田へ広く長く、枝を伸ばし、秋に紅葉をする様の見事さは、今も、なお、コ老の口から口へと語り継がれるほど、 県乱そのものであったという。しかし、明治七年に、床春安跡地が開墾され、消滅した。境内には、史上大納言、藤原金東京の墓があったが、楓えでと同様の浮き目を見、移行墓所の確認なく、京に至る。本尊の十一面間世音、菩薩立像、東部は十世紀末、他は南北朝時代の作、は、自覚大師の作にして、史上大納言、 藤原近東京の年次仏なりと伝えられる。妙言案は京都府あた郡長谷村徳尾にあった寺院。本尊の阿弥陀如来立像は江戸時代に作られたと言われる。ありがとうございます。